バリルか。待って、様子が変だよ。バリル、ミイラだぞ。これがバリルなのか。そんな、バリルは死んでたってことか。だとしたら一体誰がグランドフォールを。バリルは死んだ。バリルは10年前に死んだ。だが彼の心は今も私と共にある。シゼル、お前か。久しぶりだな、メルディ。メルディ、知ってるの？何者なんだ？シゼルは、バリルが連れ合いだよ。連れ合い？総領主バリルの妻ってことか？あなたが、グランドホールを起こしていたの？無論だ。私以外の誰にできようか。どうしてそんなこと！物質を求めて欲望を渦巻く世界など存在する価値はなかろう。これは物質に見入られた者たちに志半ばで殺されたバリルの意志でもある。だからってエターニオを簡単に壊されちゃ困るんだよ。愚か者め、これは破壊ではなく回帰だ。私とバリルの行く手を阻むのは何人たりとも許さぬぞ。やるしかないのか。ホッグ！おう、待ち合わせにはちと遅れたな。バリルは任せろ。おう、うん、バリルって女か。まあいい、天下はこっちのもんだ。進め！近づくな！ホーク、大丈夫？話してわかる相手じゃねえな。行くぞ！無駄なこと。お前らごときを相手にこの力を使いたくはなかったのだが、やむを得んな。なんだ、逃げろ。戦ってはいけない。レイス、どうしてここに。君たちの力ではまだ奴の極光術にかなわない。早く逃げるんだ。どうしてお前にわかるんだよ。もう遅いわ。クリゴトはバテンカイトスの彼方で紡ぐんだな。くらえ、極光の洗礼を。極光壁。
生きてるよな。みんな無事か？生きてるよ。なんでかな。僕も無事だ。ファラ？ファラ！そんな。あれ？リット、どうかした？どうかしたじゃねえだろう。なぜ僕たちは生きてるんだ。極光術の直撃を食らったはずなのに。レイス、レイス、リッド、なぜだ、なぜ俺たちを助けた。渡さねばならないものがあったのでね。これはセイファートキー。この光は、これが真の極光だよ。真の極光？一体極光って何なんだ？俺と何の関係があるんだ？ガレノスに会うのだ。あとは彼が教えてくれる。どうやら私はここまでのようだ。レイス！リッド、大切な人を守れ。極光術はそのためにあるんだ。レイス！レイス！レイス。メルディに質問があるんだが。何か？シゼルとはどういう関係なんだ？シゼルはメルディのお母さんだよ。え？あ、ってことはバリルか？お父さん。そうか、だろうな。出なきゃ普通ここまでやれねえよな。なんで黙ってたんだよ。そんなに僕たちは頼りないか、信用できないか。信じてくれなきゃ僕だってお前を信じることができないだろう。ごめんな、どう言ったらいいか分かんなかったよ。ごめんな。いいんだよメルディ、自分の母親が敵なんて悲しすぎるよね。シゼルは昔からあんなだったのか。バリルもシゼルも優しいよ。昔はな、ずっと昔のこと。けどメルディは覚えてる。あったかい光、思い出。
だとしたら、どうしてこんな。わからない。メルディはずっと離れて暮らしてたから。極光術と関係があるのかもな。そうだな。ガレノスに会えば何かわかるかもしれない。考え事かな。うん、ちょっとね。どうしてレースは私たちを助けてくれたのかな。レースはあんた方に感謝しとったよ。曇りのない目でありのままの世界を眺めることを教えられたとな。そんな、私の方こそレースには教わることばかりだったのに。自分は変われたとも言っとった。どこにも属さない一人の人間として世界のことを考えられるとな。あんた方を救ったのはそれが世界のためになるからじゃろう。レースは世界を救いたかったんじゃ。レースも世界を。レースは決して無駄に死んだわけではない。そうじゃろう。うん、無駄になんてしない。絶対に。
なんだ？よく来たな。その声は…私に触れることは不可能だ。私はここにあってないものだからな。あんた一体何者だ？セイファートの使者とでも呼んでもらおう。セイファートの使者？たとえフィブリルを持つものであっても、セイファートの試練は過酷だ。覚悟はできているな？どんな試練だろうと乗り越えてみせるぜ。ならばお前に一つだけ問おう。何故極光術を得る？そんなの決まってんだろ。シゼルを倒すためだ。何故倒す？だからあいつはエターニアを滅ぼそうとしてんだぞ。そんなのまずいだろ。エターニア、世界はお前にとって全てを犠牲にしてまで守るべきものなのか？試練は過酷だ。半端な気持ちで臨めば自らを滅ぼすことになるぞ。この世界には大切な人が生きてんだ。潰させやしねえ。そのまま正面に進み、心の手で扉を開けよう。その先に第一の試練がある。え？セイファートの使者。無事生還できたようだな。待ってくれ。そんな、あれが試練だったのか？今お前の心に渦巻く思い、それを忘れぬことだ。お前が気づかず、あるいは避けて通っていたことがそこにある。俺は漁師だ。生きてくためには仕方ないんだ。いいのだよ。お前の行為を誰も咎めたりはせぬ。知ること、目をそらさず立ち止まること、それが時として試練となるのだ。わかったよ。ごまかしたり正当化したりはしねえ。事実を事実として認めんぜ。よかろう。お前はセイファートの第一の試練を乗り越えた。よって極光壁を授けよう。極光壁？時空の地平線を作り出し、あらゆる攻撃から身を守る
極光術だ。レイスが俺たちを守ってくれた時の技か。さあ、次なる試練へと臨むがよい。試練はまだあるのか？俺はまたモンスターになるのか？試練の内容は定まってはおらぬ。今のお前にとって避けては通れぬ道が示されるだけだ。